あのゲーム展開だと別に損なってはいないよ。別に怒ってないじゃん。勝ったからじゃなくて、ゲーム展開として別に、あれ、考えて頭使えばゲーム展開としてはゲーム性は損なってはいない。条件が頭使えばって条件付きだけど。これキラーに見つかった場合大惨事なんだよね、ここ。ダブル行こう。勝負。ダブル。でもなんか言ってなかった。石油じゃん。いい。大丈夫。大惨事使えないけど。アスリス系だと思われても、アスリス系っていうか、もう、俺がやられたらやばいぜ、チーム状況。諦めんだぜ。女が回してるやつが悪いだろうよ。なんか俺の責任かっつう話よ。誰聞いても真ん中チェイスに使うんだから、俺に文句言ってんじゃねえよ。なんでここっすか。誰も回してるやついねえのかよ。やっぱり一瞬なんか見えたのがエキセキューションだったんだ。回せねえ。悪い。いけねえ。発電機。メッセージ伝える。ドワイト言ってくれ。メッセージを伝える。いけない。うん。俺はもう無理。その代わり発電機回す。までの恐ろしいポトタイムから突然キラーの攻撃が始まってるわ。俺来た瞬間にもうそこを抜けない時点で無理だって。お天気に発電機回してたらダメだって。真ん中なんだから。誰かが来たらもう警戒しないと。ガエラとジョナバスケスが回さないと。ジョナバスケスが回さないと。俺が無理をしてるだけだぞ、このゲームは。なんで元気なやつが無理を押さねえんだよ。元気なやつが、なんで負傷のやつが無理をしてんだよ。俺が無理してる分だけでゲーム成り立ってるだけだ。エースって、人に伝えなきゃいけねえんだわ。エースである証を。ドワイトの位置と同じかな。やべえ、ドワイトの位置と同じ。いやーもうこいつマジでひどいと思うわ。俺は負傷でも発電機回してたぞ。負傷でも発電機回したり。心音が聞こえねえ。これ違うんだ。包丁とかなんか雷爆破。俺は貢献したから文句言うなよ。マジで貢献してるからな、このゲーム。あんなの触んねえからな。チューチューチューって言うから、普通の人は。スーパーレジェンドだから、この盤面を好転させてんだぜ。
立て直して、ダイラ発電機回す、5割、気持ち5割、3割か4割でいい。手はどうせ離さなきゃいけないから。余裕見て隙あらば、行きたいけど行けない。ライトなんか持ってても意味ねえから、勝負どこでコンボ箱使うわ。俺が行く。イカエラもう恐ろしいな。おっそ。意外なのがおそらくこっちだから真ん中かな。僕らはなんとか必死で逃げて近づりとかさい、ここなんだ。回してから行こう。いやーやらかしたこれ。ちょっと焦った。回す敵が来ても、セッション。エースの輝き見捨ててるんじゃない、チームのために駆け抜ける、それがヒロちゃん。戦ってるドワイトと俺を戦ってる。俺がいても意味ねえ。それなら確定一生つけるべき。ドワイトに言っただろ、俺が逃げたのはな、そこの位置から。でも感謝しろよ、ほとんど浮上で発電機、あと救助って入れたから、うん、厳しい盤面を補ったから。俺仕事したぞ。10番って自分が傷ついても、自分が傷ついてもやるのが10番。ミカエラの動きはこれだろうね。安全策、安全策。うん。だってさ、もうあのフォーメーションでもう、ドワイト治療、俺もう負傷、見返ら行かなきゃいけない場面で発電機だから。で、俺よりも、入るの遅いから。俺はもう、このフォーメーションがあるから俺が行くしかないっていう、負傷の俺が行ったっていう。で、なんとか繋いだっていう。あと、口だけじゃなく、負傷時点発電機回したよ、二代目とかも聞いてると思うよ、あれ。うん、地味だけど聞いてるよ。うん。仕事する。それがヒロちゃん。女性が惚れるプレイヤー。女神が惚れるプレイヤー。それがヒロちゃん。うぅ。